どうも、そうでーす。よいしょー。ついに皆さん、何ですか。僕たちスノーマンが主演を務めさせていただきました「軽井沢歌舞伎ゼロ」の DVD がついに本日発売になりました。イエーイ、おめでとう。イエーイ。もう裏切してるぞみんな。そういう考えは一切ない。全体全体での。それは華やか。はい。
華やか。じゃあ、うわ、待って、二択だ。じゃあ、これはさすがにトメ、変えるわ。おお、待て待て、阿部ちゃん、おい、クイズを。え、どうしたよ。だってまだオープンって言われてないもん。何や、おお、すげえな、クイズのルール。初めて知っちゃったよ。大体そうだね。それでは、じゃあ、メメ以外、オープンです。はい、どうぞ。ダン、あ、だよね。はい。誰様から。ひらりと桜。ウィズラブ。ウィズラブ。ウィズラブ。ひらりと桜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 。うわ、二択だね。二択。しかも、始まりか、終わりか。そう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 。答えはありますんで、いきますよ。じゃん。ウィズラブ。ちょっとじゃあ、めめ、一応振っちゃったよ。いずれもどうぞ。あー、あー、いいねー。めちゃくちゃいいね、もう。あー、いいね。そうだね、ほんとにだ、滝沢くんの時からさ、もう、僕たちも出すのだけどね。もう、そろそろ十分じゃん。もう、すごい、すごいよ。またこの赤い衣装この衣装いいよね。めっちゃいいよ。あとやっぱり毎公演すごい、この歌を歌ってる時すげえ泣きそうになるよね。あ、何しろ毛長い。毛長い。毛長い。お、影山いい表情してるよ。俺らに触れてやれよ。うわ、見れた。いいね。目いいね。心こもってる。え、子供じゃん。ラウル。初めてメンバーの歌声でこうミズラブを聴いたっていう、うん、ああ、そうだね。今まではこう滝沢くんの歌声で聴いてたけど、そこもすごい新鮮で、なんかこう新しく始まったなっていう感じが流して思い出ですね。いいね、ミズラブね。いいね、いい曲よな。でショッピーといえばのシーンもあるし、あるよ、ね、ショッピーが出てるかどうかでね。ああ、そうか、そこは大事。でもみんな出てる。みんな出てる。おお、みんな出てる。じゃ激しい。全部激しいからね。いやじゃあ、ちなみにそこのベストシーンを俺たちが実際やってる時は大体意識ない時。でも俺は基本的に全部意識ないんで。招待以外オープン。どうぞ。組曲。腹筋太鼓。腹筋太鼓。立て。腹筋太鼓。腹筋太鼓。モノクロ。腹筋太鼓。なるほど。そう、俺もそう、モノクロ。モノクロね。モノクロ。今この中で言うと腹筋太鼓が多いのかな、うん、じゃあ渡辺さんのベストシーン発表していただきましょう。お願いします。はい、腹筋太鼓。激しいやん、ちゃんと動きやっぱね。ちゃんとに辛いじゃん、このシーン。はいはいはい。だからもう表情も嘘がないわけ。嘘ないですね。なんかだからいい意味で、うん、辛いんだけど、うん、多分それがこう素の表情がみんな出てるんじゃないかなってことで、なるほど、これにしたんですよ、僕は。いや、これはそうですよ。悔しいな。じゃあ見てもらいましょう。じゃあナビさん振ってください。振った。本当に振った。本当に振った。何も言わない。手を振りやらせ。やってるよ。うえぇ、ー、えぇ、ー、これやばいわ。これぞ滝沢歌舞伎だよ。いや、みんな切れてるね。やばい、切れてるよ。腹筋いたしものだか。すごい出てるね。いや、上の3人もすごいよ。遠心力がすごい。おぉやべぇ。おぉすげぇ、めめぇ。しゃあ、いや、これすごいよね。それ早く飲む。おぉって感じ。改めて見たけど、うん、よく誰も腕とか取れてなかった。いやでもお前どうせあそこだろ、分かってんだよ。ふっかさんがさ、あの1年で最も輝くことそう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 、俺はピンポイント当ててもらえると。ピンポイント。ピンポイント。ピンポイント。でも先にね、おまるのお前言ってんのかい。おまるの、おまる当てたのか。どこでしょう。それでは、福
深澤達也以外オープンです。どうぞ達様からお願いします。誰の葬儀の一発目で泣いて出てくるところ。はいはい、おまるの虫を食べる。おまるの顔を食べるところ。はい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 、あのおまるの冒頭のカメラアピール。あーはいはいはい、おまるの1個目のお葬式のシーン。はいはいはい、はい、おまるさんあとねずみさんのお葬式。はいはいはい、それもおまるさんのお葬式のマイクテスト。あーあれね、阿部ちゃんとミュージカル。あれよ、あれよ、あれよ、それじゃん。そこえ、でもわかんないわかんない、そこ選ばれてなかったらえ、そんなシーンあるのって。はいはい、じゃあいきます。おまるの葬式のシーン。そうそうそう、どっちか。いや、凝ってたじゃんね。毎日ここの音はもっと気持ち悪くしてくれる。今日違う虫に行きたいです。僕はこれ、じゃあ見てもらった方が早いかもしれないですね。あ、出たよ、冒頭から妖怪。妖怪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 綺麗やねんな。いいね、いいよ。もう輝いてる、もう輝いてる。一番輝いてる。すごい。ほら、見つけた。見つけた。DVD になるとね、こうなるのよ。DVD をご覧の皆さん。なんでここで拍手。やっぱりやっぱり、おまるさんといえばね。おまるさんといえばですよ。全編通してここは。そうだね。まあ、2幕の頭じゃないですか、はい、こう頭にこう一番セリフを喋らせていただけるっていうのは僕個人としてすごい嬉しいことだったので、う、まあ、そういう意味では任せないキャラだしね。まあそうだよ、まあね、で大物オーラあるよね、うん、自分って出てますか、だってさ。もちろん。いや、もうこれだろ、もうこれでしょ。だからその緊張感。おお。いや、じゃあそうだ。え、どっちだ。合ってた。タイトルだよね、みたいな。タイトル、うん、あれ、じゃあ、そうか。え、待って、これに関してはもう俺は演目だと思ってる。いや、もうね、なるほど、それでいいと思う。演目だ。はい、やっぱそう。そういうこと。じゃあ、伊達様以外、オープン。企画からどうぞ。マイフレンド。マイフレンド。ベストフレンド。おいベストフレンド。俺、すごい。このキングのね。じゃあ、以外、マイフレンド、ベストフレンド。五右衛門。五右衛門。五右衛門ゼロ刀投げ。うわぁ、それや、はい、それや、それ。あ、じゃあこれはね、戦争取り。はいはいはい。なんでか。いや、僕もマイフレンド。マイフレンド。で、私は歌舞伎ですね。いや、広い。いや、広い。広い。なんで、それ。お前、真偽だよ、これ。どうもらいます。五右衛門。あったー。五右衛門、メメと、アウェちゃん。阿部ちゃんと俺でいいかな。あいつずるいわ。これ審議やって、ダサに決めてもらおう。ダサ、VTR どうぞ。おー、妖怪だったか。あー、お前も来たですね。ここの緊張感やばいよね、だってさ。これね、本当に立った時にしか味わえないぐらいの。いや、めっちゃいい、このアングル。で、この見てるお客さんもさ、全員がこう、ダンテ様を見てるんだよ、この時。この距離ね。これはさ、今こう映像で見たからさ、ちょっとさ、あのまあ引きでこう撮ってるじゃん、まあね、でも実際撮ってみたらさ、距離って本当めちゃめちゃ遠いじゃないですか。相当遠いからね。だってリハーサルの時にさ、その、うん、伊達様が投げる真っ青の席に行ってみたら、うん、臨場感半端ない。あー、なんかすっごい距離飛んでるで、毎朝こう楽屋入って、うん、2人で練習とかしてたから、うんうん、まあ、これも努力の結晶で。確かに、そうやな。僕はもうボケなし、自分のシーン。おー、コージが出てるし、僕のベストシーン、一番こう緊張したとか。ああ、まあそうですね。はい、じゃああれです。緊張した。緊張して、まあ全部するけどね。苦戦した。苦戦したね。じゃああれです。あー、もうじゃあれです。もっとヒントあるやったらあるから。あ、どうぞ。いや、大丈夫です。いやいや、もっと大丈夫です。向井の尺もっと伸ばしてよ。もうみんなかけた。違う、まだかけてんだよ、俺。いや、じゃあみんなオープン、せーの。変名、これ書いてないけど、もうそれ正解。どうぞ。変名、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 変名
ぞ。これか、これか、これ次、俺、俺、はい、緊張してる、緊張してるね。うわいつの間に、すげえよ、マジで。いや、すげえ。お前がちくい、コウジがちょっとホッとした顔してる。いやいや、すごい。だってさ、これあれなんでしょう、もう種みたいなものっていうのはさ、機密がすごいんでしょ。いや、すごい機密なんでしょ。でもそれを今日はなんとお見せしたいんです。なんと全然お前が見せたい。これに関しても本当にそうなんだけど、言葉はいらないの。もう見ただけで感動が生まれる。ごめんごめんごめん、誰見ただけで全て伝わる。ベストフレンド、ベストフレンド、ベストフレンド、ベストフレンドです。自分出てます。出てます。え、なんか言う、なんかニャーとか言わない。え、もしかして四足歩行で歩いたりまさ、もしかしていつもより毛深くなってない。え、出てない。いや、でも二幕ではないです。もうすげえ苦労しました。苦労した俺は。あべ、あべ、ものすごく苦労した。ものすごく苦労した。え、アベちゃん、アベちゃん、何モノクロした、モノクロした。それではアベちゃん以外皆さんオープン、どうぞ。はい、全員ございます。アベが選んだのはモノクロです。おー、でさー、でしょ、でさー、まあでも特に問いたばったん。これだけ聞いたら分かんないからね。そうそうそう、とりあえず見ていただきましょう。こちらです、どうぞ。ほら、あんなさ、薄い板の上に立って、いやー、この後つけへんな、俺この後。いやー、違う、違います。それは猿に失礼だ。次はこっちゃねえ。でもなんかやっぱ珍しくフッカかっこよく見えた。珍しくやっぱフッカが選んだだけのシーン。アベが選んだみたいなフッカの動き。フッカさんにはフォーカスいってる。自分出てますよ。わ、わかんないけど。え、濁すよ。濁すってことは何だろう。まあ多分ね、まあヒントはもう出てる。え、あ、なるほど。最初のやつや。それは大人数ですか、小人数ですか。もうわかんない。お前、ヒント出す気ないだろ、お前。まだこいつ。深いとは思わない。いや、これヒントかもしれない、逆にこの答え方。深いね。深いよ。深い、深い。どれぐらい深い。まあ都営大江戸線。一番深いね。一番深いよ。一番深いんだよね。ラウル以外ね、じゃあ皆さんお願いします。オープンしてください、どうぞ。グミが、あー、いわゆるさくら。メイビー。Maybe. メイキッドホット。メイビー。メイビー。メイビー。はぁはぁ。正解は、お、メイビー。メイビーだよね。いや、メイビーと二択だったわ。俺めっちゃヒント出してたんだけど。何？あの、多分もうヒント出てる。そう、多分。うわぁ、うわぁ、うわぁ、やっぱり言葉遊びしてたのかな、一人で。メイビー見てください、どうぞ。苦しんでるね、表現力が。あ、まさか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 。うわ、かっこよ。をなんか DVD に残せたっていう。ああ、なるほどね。嬉しさもあり、あ、なんかこういうシーンを任せていただいたっていう、なんかね、うん、すごいね、ありがたみがやっぱね、ずっと感じながら表現してました。これフリーダンスなんだっけ、自分の中で。振り付けはなくて、やっぱ、ね、そうだよね。難しいと。え、あ、ってなる。え、そのイバちゃん的にはさ、一幕と二幕どっち？まあ、別に言ってもいいけど。じゃあ言ってください。一幕。で、俺から出せる最後のヒントとしては、ジャニーズといえば、これ以外はもう俺出せない。もしもし。これ以上ヒープンマルは出てる。
キープマル誰だよ、キープマル。キープマルはその人出てたんです。じゃあいい、いやー、じゃあジャニーズはあれ以外、一斉にオープン。伊達さんから、春の踊りはっていうところ。ああ、それか。マイフレンドのフライング。お、さんがファン。やっぱりジャニーズの方が出てる。めめめめめめ、質問、ヒラリーのヨイヤさんのところ。ああ、いや、俺もフライング。一緒一緒、マイフレンド。僕、五条大橋のフライング。ああ、そっちか。フライング、マイフレンド。じゃあ、私、岩本ひかるが選んだベストシーンはマイフレンドのフライングです。言ったじゃん、春の踊りはもう迷ってる。あー、確かに。ただ、こう、やっぱ滝沢くんもやってるし、ジャニーズイコールフライングみたいな中で、まあまあまあ、そう、翔太とこのエモい感じもあるけど、あれってこのさ、見れないじゃん、みんな、まあ、着替えたりとかで。確かに。で、こう DVD で見たときに、うん、あ、いいねって思って、はい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 、そうそう、キューくれます。それでは、俺のベストシーン、どうぞ。あー、はいはい、まあまあ、まあ、そうね。うわぁ、踊れるのが舘様ね。待って、下で歌ってるこの赤い人もしかして履かねえな、舘様。履かなくて消えちゃいそうじゃん。やばい、この歌ってる人はもしかして舘様。いいねかっこいい、ショッピー。もう待ってくれよ、履かなすぎて消えそうだよ。優雅だった。この翔太はこう歌で表現して、で伊達様は体で表現してっていうのが同じ画面で楽しめるって。まあそうね。昔ね、ジョンさんに、ね、言われた言葉があって、おうおう、フライングは舞台の座長しかできないんだよって、それを今回滝沢歌舞伎でやらせていただいてるってことはってことですよ。ああ、なるほど。いやー、名場面だらけです。だから今さ、ほら俺たちがさ、こう9人が選んだベストシーンを楽しんでもらいながら、また滝沢歌舞伎の DVD をね、メイキングとかも、ね、しかもシーン的にはもうこれだけじゃないからね。はい、そうですよ、たくさん見るから。じゃあ、メメには、滝沢歌舞伎0王の称号を与えます。うわ、いいなー。また王か。